皆さんこんにちは。今回は大谷翔平選手の通訳を務める水原一平氏の解雇騒動についてお話ししていきます。現地時間の3月20日ロサンゼルスドジャースは水原氏を解雇したと発表しました。米メディアの報道によると、水原氏は違法なスポーツベッティング組織に関与しており、大谷選手の口座から多額の送金がなされていたとのことです。水原氏は当初、大谷選手がギャンブルをしないよう助けると言ったと説明していましたが、後に発言を撤回。翔平は賭け事には全く関与していない。これが違法だとは知らなかった。もうスポーツギャンブルは二度とやりたくないと語ったそうです。この突然の解雇にファンからは驚きと心配の声が上がっています。水原氏は以前から激痩せしていたり、疲労感が見られたりしていたため、何かあったのではないかと感じていた人も多かったようです。またこの騒動により水原氏の離婚が噂されています。水原夫妻には子供がいない可能性が高く、年収2億円以上と言われる収入がなくなることや、再就職が難しいこと、ギャンブル依存症であること、パパラッチに追われることなどが理由として挙げられています。ギャンブル依存症が原因での離婚率は高く、依存症者がいる家庭の約 30% が離婚に至るという統計もあるそうです。水原氏は大谷選手の通訳としてエンジェルス時代から活躍し、大谷選手からの信頼も厚く、家族同然の関係を築いていました。2021年には MVP を受賞した際、大谷選手が水原氏の名前を挙げて感謝の言葉を述べるなど、2人の絆の深さがうかがえました。しかし今回の騒動により信頼関係が崩れ、大谷選手への影響も懸念されます。大谷選手のメディア対応を担当する弁護士事務所は、大谷選手が巨額の窃盗の被害者であることが明らかになったと回答。水原氏本人も全て自分のせいだと説明したとのことです。韓国で行われている開幕シリーズでは、ファンから水原氏への同情の声や大谷選手への応援メッセージが寄せられています。大谷選手との間で信頼関係があったはずなのに残念だ、そっとしてあげてほしい、大谷選手はプロなのでメンタルは強い、そこは関係なくやってくれると思う、大谷選手はそういうことに流されずにやっていける選手など、ファンは2人を気遣いつつも大谷選手の活躍に期待を寄せています。水原氏は39歳で北海道出身、幼少期にロサンゼルスに移住し、アメリカの大学を卒業後、2012年からプロ野球の日本ハムで通訳を務めました。大谷選手がエンジェルスに移籍した際には専属通訳となり、球場の送り迎えやキャッチボールの相手を務めるなど、常に行動を共にしてきました。これまで最も近くで大谷選手を支えてきた存在だっただけに、突然のチーム離脱は衝撃的だったと言えるでしょう。水原氏の今後については、ギャンブルへの依存を断ち切り、信頼回復に努めることが求められます。大谷選手にとっても新天地でのシーズン開幕という大事な時期に大きな出来事が重なってしまいましたが、プロ意識の高さでこの困難を乗り越えていってほしいものです。二人の絆がこれからどのように変化していくのか注目が集まります。今回の騒動を教訓に、スポーツ界全体で不正防止への意識を高めていく必要がありそうです。ところでこの事件で大谷選手自身も出場停止処分を受ける可能性が指摘されています。大リーグ機構は選手による賭博行為を厳しく禁じており、関与が認められれば重い処分が下されることになります。水原氏は大谷選手の関与を完全に否定していますが、口座からの送金など不透明な部分も残されているため、調査の行方が注目されるところです。仮に出場停止となれば、大谷選手にとって大きな痛手となるでしょう。新天地での活躍に期待が集まる中、こうしたトラブルに巻き込まれてしまったことは本人にとっても残念な出来事だったと言えます。一方で水原氏のギャンブル依存の問題は以前から指摘されていたようです。日本ハム時代の同僚が水原氏がよくギャンブルに通っていたことを明かしています。移動の際にバスを降りてわざわざギャンブルをしに向かっていた、必要以上にお金を使っていてギャンブルにのめり込んでいるのではないかと心配していた、など当時から依存症の兆候があったことをうかがわせる証言が相次いでいます。周囲が問題に気づきながらも
適切な対処がなされなかったことは大きな反省点だと言えるでしょう。アスリートを支える立場にある者として健全な生活を送ることは何より大切なことです。水原氏には一日も早く依存症から脱却し、真摯な姿勢で信頼回復に努めてほしいと思います。大谷選手にとっても自身を律する強い意志が改めて問われる事態となりました。プロ野球選手として、そして一人の社会人として、これからも誠実な態度を貫いていってほしいものです。ファンとしても二人の再起を心から願っています。今回の騒動がスポーツ界の透明性を高めるための一つの契機となることを期待したいと思います。選手とそれを支える人々が互いに規律を守り、フェアプレーの精神を大切にする、そんな健全な関係性がスポーツの発展につながっていくはずです。難しい局面ではありますが、大谷選手と水原氏にはこの試練を乗り越えて、また晴れやかな姿を見せてほしいと願っています。我々ファンも2人の再出発を見守っていきたいと思います。さて、ここからは水原氏のギャンブル依存の背景についてもう少し掘り下げてみたいと思います。水原氏は幼少期をアメリカで過ごしましたが、両親の離婚を機に日本に帰国、その後野球に打ち込む中で再びアメリカに渡り、大学卒業後は通訳の仕事に就きました。日米を行き来する中でギャンブルに手を出すようになったのかもしれません。日本ハム時代の同僚によると、アメリカにいた頃からギャンブルが好きだという話は聞いていた。日本に帰ってきてからもオフになるとよく競馬に行っていたといった証言もあります。環境の変化やストレスなどが重なり、ギャンブルへの依存が深まっていったのかもしれません。ただプロ野球の世界ではギャンブルに手を染める選手や関係者は後を絶ちません。みんなやっているという感覚がギャンブルへの抵抗感を薄れさせてしまうのかもしれません。水原氏もそうした環境の中で依存症に陥ってしまったのかもしれません。とはいえ、アスリートを支える立場である以上、自らを律することは欠かせません。周囲も水原氏の異変に早期に気づき、適切な対処をするべきだったと言えるでしょう。水原氏には依存症からの脱却と真摯な姿勢での信頼回復を期待したいと思います。大谷選手にとっても今回の騒動は大きな試練となるはずです。最も信頼する存在に裏切られたショックは計り知れません。しかし、だからこそ自分自身の人生観や価値観を改めて見つめ直すチャンスでもあります。この経験を糧に、より強い意志を持ってプロ野球選手としての道を歩んでいってほしいと思います。ファンの期待に応える活躍を心から願っています。今回の事件をきっかけに、プロ野球界全体でギャンブル問題への意識が高まることを期待します。選手だけでなく、コーチやトレーナー、フロント関係者など、チーム全体で健全な環境を作っていく必要があるでしょう。その上で、万が一問題が発生した際には迅速かつ適切な対処を行うことが重要です。隠蔽や情報操作はかえって事態を悪化させてしまいます。開かれた議論の中で再発防止策を講じていくことが大切だと思います。最後に、水原氏と大谷選手にはこの難局を乗り越えて、また二人三脚で夢に向かって歩んでいってほしいと願っています。ファンの皆さんも温かく見守っていきましょう。きっと二人の再出発の日は近いはずです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。